はい、お疲れ様です。おしょうです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今回ですね、原油価格がですね、すごく下がったので、まあ、これね、ちょっと原油暴落でガソリンは下がるのかと、100円をいつ切るのかというようなお話をね、していきたいと思います。まあ、まずですね、まあ、なんでこの動画を撮ろうかなと思ったのは、原油価格がですね、とんでもないことになりまして、まあ、これ見ていただきたいんですけれども、まあ、まずですね、原油価格では普通はありえないんですが、こうマイナスですね、マイナス。ちょっとね、あの、ものがね、原油というものがあるのにマイナスになるってこれどういうことかっていうとですね、これちょっとね、まあ、あの、先物、これトレーディングビューをね、引用させてもらってますけど、これ先物というやつでして、このね、要するにですね、投資家の人が未来のこの原油価格を予想して、まあ、投資をしているので、未来このくらいになるだろうと思っていて、投資していたのが、まあ、その時になったら、ね、コロナショックでですね、世の中がストップしてしまったので、世の中の動きが止まれば、当然ね、そんなにね、燃料いらないよっていうことで、燃料いらなくなるとどうなるかって言ったらですね、それがね、そこでね、余ってしまうと。で、余っていると、そこにあるものが余っているので、物を置いとけないから、じゃあ、お金払うから持ってってくれっていうような状態になってしまったということなんですね。これ、車で例えると、100万円の車を10台入る駐車場に在庫を並べて、で、そこに、過去にですね、注文を入れていた車が売れる前に、もう次の車が入ってきてしまったと。10台しか置けないのに、さらにそこに10台入ってきてしまって、もうこれどうしようと、道路にずらーっとね、その在庫を並んでる状態で、今すぐどうにかしなきゃいけないって言った時には、もうお金払うから、お金いらないから払うから持ってってくれみたいな、そんなような状態ですね。まあ、実際車ではそんなことそうそうありえないんですけど、原油でね、まあ、過去にもなかったんですけども、これね、もう本当こんなことが起きてしまったと。しかし、我々日本人にとってみたら、この原油が下がるというのはね、すごくいいことなんですね。我々日本人ってのはものすごいガソリンの値段高いじゃないですか。で、ガソリンの値段、原油が高騰と言ってね、いろんなものの値段が上がってきたんですけども、じゃあこれがね、じゃあ実際こんだけ暴落したら下がるのかっていう話なんですね。で、その前ですね、まあ、原油とガソリンっていうのは どういうものなのか、どうやって作られてるのかっていうね、ちょっと簡単にご説明したいんですけども、もう簡単に言いますね。もう原油、採掘した原油ですね。この地面から掘った原油をですね、こう加熱炉というところで、ね、熱を加えていきます。で、この熱を加えることによってどうなるかっていうとですね、この熱を加えて原油の中にですね、入っているものがですね、分離していくんですね。で、これがね、蒸留炉っていうやつですね。まあ、あの、お酒なんか作るときもこういうふうにやってね、蒸留酒とかってありますけども、中で加熱していくと、どんどん蒸発して上に上がっていく、軽いものが上に行って重いものが下に沈むみたいな感じですね。で、一番下に沈んでいるこれですね、これがね、まあ、重油ですね。一番重いから重油なんですけど、その次に、ね、軽油、そして灯油があって、ガソリンがあって、上にですね、石油ガスというやつがありますね。こういうふうにですね、分離されて作られていくっていうことですね。で、今回このガソリンの話なんですけども、ガソリンですね、ガソリンはこの結構軽い方に入るんですけども、このガソリンが下がるのかっていうところなんですけど、ここでですね、ちょっとね、こんなことを思う方いるんじゃないかなと思うんですけども、軽油ってガソリンじゃないの？軽油ってガソリンじゃない？まあ、このチャンネルを見てる人にそんなこと言う人いるかって思う方いるかもしれないんですけど、まあ、ガソリンの種類っていうのはね、これ分かってるからこんなん知ってるわっていう人いっぱいいると思うんですけど、まあ、まずですね、レギュラーですね。で、廃油で、軽油とありますけどね。軽油ってガソリンじゃないのみたいなね。これ本当に未だにまだ起きている出来事なんですけども、軽自動車にですね、軽油を入れる事件っていうのがね、たくさん多発してるんで、ちょっとそこだけで簡単に解説したいと思うんですけど、このチャンネルを見てる人はそんな人はいないと思うかもしれないですけど、実はこんなに件数があるんですね。これ JAF の調査なんですけど、2015年の12月に調査した時にですね、12月の1ヶ月間ですね、269件。間違えるね、こう軽自動車に要は軽油を入れるようなね、こう燃料入れ間違いの事件っていうのが起きてるんですね。しかもね、2018年に、私調べたらですね、390件と、これ増えてるんですよ。これ増えてるんですね。とんでもない話なんですね。この増えるっていう現象が起きてるということは、やっぱちょっとこの辺の話も、ね、しておかなきゃいけないなと思うので、まあ誰にも聞けないようなことかもしれないけども、ちょっとこのね、チャンネルを見てね、ああ、なるほどなっていう人が一人でもいたらね、こういうことが減るんじゃないかなと思ってね、一応お話ししておりました。はい。で、ガソリンの価格なんですけど、この内訳ですね。内訳なんですけれども、まあ上の方にですね、ここに税金ですね。ガソリン税、まあ石油税、このね、消費税っていうのがあって、下にですね、原油ですね。この原油の分、ここが下がるとっていう話なんですけれども、まあ見ていただくとですね、経費も含まれてですね、実は。原油の価格が61円ではなくて、原油の価格とその輸送費とかね、製造費とか全部の経費がかかって61円なんですね。だから、原価は61円だと思ってください、原価はね。だからここが下がるとどうなるかっていうとですね、こういう風になっていきます。
原価がですね半分になるとこのくらいになって、まあ、消費税とか税なんだか税金入って100円ということなんですね。でここでよく見ていただきたいと思うんですけど、原油ね、原価がね半分になっているのに、は、ね、130円だったガソリンが100円になると、これ半額になっておかしもういいんじゃないかっていう話で、ね、70円とかになってもいいんじゃないかみたいな話なんだけどもね、なぜかこうなってるんですね。まあ、ここでこう思うと思うんですよ。税金高くねこれね税金高いんですよ。これね、税金高いのはね、しょうがない。もうこれね、まあもうこんなね、もう国、日本はね、そういう国、世界で一番税金高い国ですから、まあそれはもう諦めてください。はい。まあ今回はちょっと税金の話をね、まあそのうちにしたいと思うんですけど、今回は税金の話詳しくはしないですけども、まあ原油の採掘からね、ガソリンスタンドまでということなんですけども、これね、地面から掘ってる状態ですね。で、タンカーで運ばれて、こう精製されるというですね。で、これタンクに入れて、そこからですね、ガソリンスタンドに届くということですね。これまでの期間がなんとですね、3、4週間、こういうふうにですね、まあ、3、4週間に届くということですね。ということはですね、ガソリン価格が下がるのはじゃあいつ頃なのかということなんですけれども、まあ、原油価格が下がるね、下がってから3、4週間でガソリン価格が下がると。ずいぶんかかるんだね。歴史が、まあ、燃料のね、歴史を見ていただきたいと思います。まあ、近年ですね、100円になったことあるのかっていうことで、ちょっと調べてみたんですけれども、ここ最近ではですね、ここ2016年の冬には106円、リタ106円というね、最安値。ここはですね、ガソリン価格がね、下がった原因はですね、何かっていうと、アメリカに、シェールオイルというですね、アメリカで掘った原油のですね、まあ、輸出が解禁になったので、まあ、物の価値というのは量が増えればね、量が増えれば、まあ、価格は下がるので、まあ、そこで一回下がったんですけれども、まあ、その後持ち返していったということですね。まあ、結局需要が多かったということなんでしょうかね。はい。で、まあ、さらにですね、まあ、この下がっていくのは、まあ、いつなのかということでね、さっき見ていただいた大暴落ですよね。あれが実際起きたということだったんですよね。ではですね、もう一つちょっと見ていただきたいんですけれども、まあ、原油のね、価格、過去ね、もう歴史がどうなってるのかということなんですけど、ちょっと調べてね、あんまり古いものはね、そんなに出てこなかったんですけども、1966年ですね、なんとですね、リッター50円だった時があるんですね。ものすごい安かったですね。で、私が生まれたのここですね、古いですね。第一次石油聞いてですね、まあオイルショックっていうのねありましたけれども、このねオイルショック、第一次オイルショックの時に私は生まれてですね、まあこの年にね、なんか白黒でなんかトイレットペーパーをこう買い漁ってるなんか映像見たことある方いるかもしれないですけど、まあここですね。でその後もう一回ありまして、ここもね、私は覚えてますよ、この時もね。なんかね、そういう騒ぎがあってニュースを見たのを覚えてますけど、ここでもやっぱりトイレットペーパーを買ってましたね。なぜかね、なんでか知らないけど、原油のね、どうのこうのってね、石油ショックとかそういう風になると、なぜかトイレットペーパーをね、買い占める。今回もそうでしたけどね、トイレットペーパー買い占める。あれ一体何なんですかね、トイレットペーパーを買い占めると何が起きるのかよくわからないけど、そんなことがありましたね。そしてここちょっと見ていただけですね、1979ですね。ここでね、まあ、100円、一体100円まであったと。うん、こんなような時期からですね、ずっと高かったんですね。結構高かったです。で、ずっと高かったんだけど、ここですね、ここ、ついにね、97円という時が一瞬あったんだけど、こっからドカーンと上がっていったということですね。ここからですね、この1999年の5月97円というね、このね、100円を切った。これ、まあ、東京だったんですかね。まあ、総務省のね、統計なんですけど、これはね、まあ、大体東京の値段で出してますけれども、まあ、これは97円だった時があったと。あとはずっと高かったですね。まあ私らはですね、こう、車を持って、まあ免許を取ってからですね、このね、値段が安い時期っていうのはなんとなく覚えてるんですけど、その後ですね、まあバンバン上がってってね、すごく大変だったなっていう時期ありますけども、まあ、この、ね、原油の価格っていうのをこう上げ下げしながらも、まあ結局のところを結構高い位置でずっとキープしていたんですよね。まあ見ていただくと平均すると150円ぐらいでずっと来ていたんだけども、これが最近ね、まあ110円ぐらいになってきて、まあだいぶ下がってきたなっていうような印象を持っている方も多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ今ですね、ちょっと調べたところどうなってるかっていうとですね、まあ、原油価格からね、まあ、だいぶ下がってから、まあ、2、3週間ちょっと前のね、データなんですけど、これはね、4月の25日のデータなんですけども、113円ですね。一番安いところ、岩手県ですね。まあ、この辺の値段になってきているので、そろそろ100円本当に切るんじゃないかなというような感覚で、まあ、私は見ているんですけれども、もうそろそろかなっていう、じゃあね、で、一体いつ100円切るのかっていうことなんですけども、まあ私の予想ですね。まあ5月上旬から中旬には100円までね、100円、リッター100円までは下落するんじゃないかなと。100円を切るっていうのはね、ちょっと。
とね厳しいんじゃないかなと。さっきのね税金ですね、厄介なのはね税金の部分が変わってないので、まあ、そんなに極端には下がらないんじゃないかなと。一瞬ね、まあ、原油が下がったのは 数時間の間だったんでマイナスになったのは、まあ、実際はそこまで下がってないということなので、まあ、100円ぐらいまではねこのぐらいの時期に行くんじゃないかなということで、まあ、最後にですねお得な給油方法はガソリン価格はですね下がるのが分かってるから必要な分まで入れたらどうかなと。まあ私もそうなんですけどね、まあ、下がったらちょっと入れて下がったらちょっと入れてみたいな感じでもいいかなと思うんですね。で特にね、まあ、免許取り立ての人とか女性の方とかね、まあ、そういうことは全然知らないけれどもまあ知っておいたらいいかななんていうような 方はねなんか参考になればと思って動画を撮ってみました。はい、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。